Welcome to Kosaki Culture! 何やら日本はもうすでに緊急事態宣言が解除されているみたいですね。ニューヨークは相変わらずのステイホーム、そしてステポジティブです。そんな感じの今日なんですが、予定ではこの動画の前にフレンチトーストの動画をアップしているはず。はい、こちらのペイストリーふえさんの食パン、まだね、これはね、日本人のペイストリーシェフのよしえさんが作ってるニューヨークで食べれる美味しい食パンなんですが、まだね、残ってるので、今日はこのパンで、カツサンドを作っていこうかなと思います。今日のメインイングリディエンスのポーク先生です。ちょっとね、分厚いやつをね、買ってきちゃいました。分厚め、がっつりのカツ丼、カツ丼じゃないよ、間違えた。なんだっけ。カツサンドを作ります。そして、キャベツと、エッグ、卵、それからフラワー、エンパン粉。小麦粉が今ないので、ライスフラワーを使います。米粉。そして、パンですね。まずはね、キャベツを千切りにしたいと思います。切ります。35歳が言うことじゃないと思うんだけど、今日すごい上手に切れた気がする。切ったパンはオーブンで焼き色をつけていこうと思います。バーベキューソース用とお好み焼きソース用2個作ります。ちょっと大きいので火がね、通りやすくなるように切り込みをちょっと入れようかな。そしたら豚肉に、フラワー、エッグ、パン粉をつけていきます。しっかりパン粉をつけます。パンがいい感じに焼けました。今日は跳ねないし安全。コンロもね、あまりにも汚れていたので掃除しました。いい感じに上がってきましたが、かなり分厚い豚肉なのでちょっと弱火にして中までしっかり火を通します。がいい感じに上がりました。そしたらこのカツをこのバーベキューソースとお好み焼きソースと
マヨネーズを混ぜたものにつけていきます。こっちがバーベキューソース、こっちがお好み焼きソースとマヨネーズ。すべての食材がゲットレディになりましたので、早速サンドイッチを作っていきたいと思います。まずは、食パン。そして、ここに、千切りしたキャベツをふり乗せる。すでにもうこれは食べにくいことが判明している。キャベツが上手に持ってくれると嬉しいんだけど。そしたらパンで挟んでいく。でこのままではさすがに食べれないので、これをアルミホイルで包んで少し寝かせます。いく。よし。完全にはみ出てるけど、問題ない。なってくれるといいんだけど、でかい。よし、とりあえずは OK。 できました。カツサンド、バーベキューソース味とお好み焼きソースマヨネーズ味。いい感じに作れたと思いますので、食べていこうと思います。いただきます。こっちがバーベキューソース。うん、おいしい。うん、こっちのお好み焼きソースの方も食べる。すごい上手にできた。うん、お好み焼きソース味美味しい。お店のカツサンドみたい。すごい美味しい。うん、はい、ということで今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。 Thank you for watching 小崎カルチャー video. If you like this video, please thumb up and any comment down below. 今日もみんながハッピーな一日を過ごせますように。 I hope everyone enjoy every dayStay positive and eat delicious food. Alright, thank you very much.